さんこんにちは、まあです。今日で2020年も終わりということで、今日は私がずっと実現したかった企画をしたいと思います。私の YouTube を見てこんなに変わりましたっていう視聴者さんをご紹介したいと思います。本当に急遽だったんですけど、 Twitter で私の YouTube を見て変わった視聴者さんを募集させていただきました。どの動画を見てどれぐらいの期間でどんな風に変わったか、ビフォーアフターの写真を募集させていただきました。本当に急遽だったんですけど、送ってくださった皆様本当にありがとうございます。これを見てる方がね、少しでも変わるきっかけになったら嬉しいなと思っております。ということで早速紹介していきたいと思います。あだ名ビンさん、ビフォーアフターはこんな感じです。すごい、めっちゃめちゃ綺麗な理想的な体に仕上がっております。でどうやってこんな風になったかというと、こちらの筋トレをやってくださったそうです。この2つの筋トレは私の YouTube でもすごく人気な動画になっていて、やっぱ人気な動画になる理由っていうのは分かりやすかったりやりやすかったり習慣にしやすいっていうのが理由で人気になったと思うので、ぜひねやったことない人は見てくれたら嬉しいなと思います。でこの筋トレを約4ヶ月間ほぼ週7でやってくださったそうです。で筋肉痛の時はお休みしたみたいです。ほぼ週7っていうのはすっごいストイックな方なんだなと思います。で4ヶ月間ほぼ毎日毎日やるっていうのは本当に大変なことだと思うので、まあすごい変わりたいっていう意志が強かったのかなと思います。いやすごい、これはかなり希望になりますね。でお腹周りのね筋トレを中心にやってくださったみたいなんですけれども、足もめちゃめちゃ綺麗になっているので、すごい努力をなさったんだと思います。ビーンさんおめでとうございます。ありがとうございます。続いてはんぺんさん、ビフォーアフターはこんな感じです。お腹周りがねだいぶキュッと引き締まったのが分かります。で背中もね全然違いますよね。素晴らしいです。やってくれた動画が3つですね。お腹周りと腰周り、あと背中もやってくれたみたいですね。で期間は2ヶ月、この方は週7で筋トレを頑張ってくれたそうです。すごい、2ヶ月、2ヶ月でだいぶ変わったっていうことですね。すごいな、2ヶ月間毎日集中して頑張ってくれたってことで、短期間でもだいぶ痩せれるっていうことを証明してくれたかなと思います。すごいな。 SJK SJK って何の略だ。 LJK はラストでしょ、最初の JK だと。たった2ヶ月でもね頑張ったら変われるっていうことをね証明してくれたと思うので、本当におめでとうございます。そして引き続き一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。続いてののさん、ビフォーアフターはこんな感じです。すごい、お腹がめちゃめちゃ引き締まりましたね。かっこよくなりましたね。この方はこの筋トレをやってくださいました。大人気、大人気というか大人気、お腹痩せと腰回りの筋トレですね。期間は半年間で週5回、1日1回から2回やってくれたみたいです。これもかなりストイックだと思います。週5回、しかも平日ね、必ずやるって決めて半年間頑張ってくれたみたいです。すごい、ヘルシーな料理とかお菓子作りの動画も見てくれてるみたいで、筋トレもきつすぎないから、まあ、続けられましたっていうことで本当に嬉しい。でこの方はね、まあ、Twitter も覗かせていただいたんですけど、引き続きねダイエットも頑張ってるみたいで応援したいなって思います。一緒に来年も頑張りましょう。ありがとうございます。続いてシロさんです。ビフォーアフターはこんな感じです。めちゃめちゃ腹筋ついてる、すごい、お腹周りがね引き締まりましたね。もうすごい、メリハリがあるボディになったかなと思います。素晴らしいです。でやってくださった動画はこちらです。この動画を約1ヶ月ぐらい続けてくれたそうです。1ヶ月でこんなに変わったんですね。で体調が悪い日以外毎日毎日やっていたのはこの筋トレで、時間がある時は他の動画もやってくれたみたいです。素晴らしい、1ヶ月ですよ、1ヶ月でこんなに変化があった。1ヶ月ね集中して毎日続けられたっていうのがやっぱり
気合と根性を感じますね。素晴らしいです、ありがとうございます。続いてまるさんです。ビフォーアフターはこんな感じです。いや、この写真だけでもだいぶ変わったんだなっていうのが分かりますね。やってくださった動画はこちらの3つになっています。私の動画だけじゃなくてね、他の YouTuber の方の筋トレもやったりしたみたいです。で、期間は半年間、ちょっと1週間どれくらいやったかっていう頻度はちょっと分からないんですけれども、Twitter を覗かせていただいたところ、参考に頑張ってくれたということで本当にありがとうございます、というか本当に素晴らしいなと思います。ちょっと勝手に覗いちゃったんですけど、-13kg ということで本当にすごい方だなと思います。半年間ね、一緒に頑張ってくれて本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。続いてまゆさんです。でビフォーアフターはこんな感じです。やってくれた動画は足パカ動画とお腹痩せ動画、あと顔痩せの動画もやってくれてるみたいです。期間は5ヶ月で、まあ、毎日のようにやってくれてるっていうこと で今回ね、足パカもやってくれてるっていうのがすごい嬉しいなと思います。足パカは寝ながらできるし、音楽聴きながらね楽しくできると思うので、続けてくれてすごい嬉しいなと思います。引き続きね、ぜひダイエットや自分磨きね一緒に頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。続いてあだまみのんさん、ビフォーアフターはこんな感じです。たくさん送ってくれました。足もお腹もすごいですね。やってくれた動画はこちらです。なんと5つもやってくれてたみたいです。で、期間は10ヶ月、日数は生理の日もほぼ毎日、一日中お出かけした日やどうしてもやる気がない日、課題に追われてる日はやらないこともあります。とにかく自分が継続できる範囲で、メニューにプラスする形でやらせていただきましたということです。まあ10ヶ月っていう長い期間ね、継続してやれてるっていうのが本当に素晴らしいですし、飽きずにね、長期間続けるっていうのが大切だと思うので本当に素晴らしいなと思います。続いてムニさん、ビフォーアフターがこちらです。お腹がね、すごい、お腹の縦線がめちゃめちゃ綺麗、素晴らしい、ありがとうございます。行った期間は今年の5月下旬から現在まで毎日こちらの筋トレをやってくださったそうです。いや、めちゃめちゃ素敵ですね。今年の5月だからちょうど自粛期間とかからかな、現在まで毎日もう7ヶ月ぐらいか頑張ってくれて、こんなに変わるということですね。まあ今までダイエットが続かなかったけど、私が毎日続けられたのはまーさんに出会えたからです。感謝してます。来年もお世話になりますとメッセージが来ておりまして、本当に嬉しいなと思います。私も頑張ろうって思いました、ありがとうございます。そしておもっちさん、ビフォーアフターはこんな感じです。綺麗なお腹で、横から見た時もねだいぶスッとなっていて、女性らしい体だなと思います。やってくれた動画はこの2つです。で、半年間週5回続けてくれたみたいです。いやー、めちゃめちゃストイックに、本当にありがとうございます。まあやってた理由としては、時間が短いけどしっかり聞いてくれて続けやすいから、まあやってましたということで、本当に嬉しいなと思います。まあ、これからも引き続き引き締めていきたいっていう前向きなメッセージももらえて、一緒に私も頑張ろうっていう気持ちになりました、ありがとうございます。そしてゆずさん、ビフォーアフターはこちらです。すっごい綺麗なお腹、足もねすごい綺麗だなと思います。やった筋トレはこちらの3つになります。行った期間は8ヶ月で2日に1回やってくださったそうです。で、ビフォーの写真は今年の5月の写真で、アフターは12月の写真ということで、本当に理想的な体型というか、すごく美しいなと思います。ツイッターでもダイエットのこととか自分磨きについてね積極的に発信をされてるので、これからもねどんどん綺麗になっていくのかなと楽しみに応援し続けようと思います。ゆずさん、ありがとうございました。はい、ということでこんな感じで視聴者さんのビフォーアフターの写真の紹介終了となります。送ってくださって本当にありがとうございました。皆さんやってくれた動画がほとんど一緒だった、一番やりやすかったのかなってことで、ぜひ筋トレ始めたいけど何したらいいかわかんないっていう方は、これらの動画を見てくださったらやりやすいのかなと思います。そして短期間でねここまで変われるよっていうことが
証明できたと思うので、諦めずコツコツ続けてみてほしいなっていうのがあります。まあ、私一人が変わったよっていうことを紹介するよりも、こうやってね、いろんな人が本当に変わってったんだっていうことを知ることでね、私も変われるかもしれないっていう自信となったと思うので、ぜひ2021年また変わったよ仲間がね、増えることを楽しみにしています。また来年も動画の内容がね、ガラッと変わることはないと思うので、引き続きトレーニングだったりヘルシーな料理だったり、まあたまにはね、いろいろ食べたいものを食べに行ったりとか、そういった感じでYouTube 投稿していこうと思うので、一緒に成長できるようなチャンネルにしていけたらいいかなと思います。このチャンネルをね、見てくれている方には本当にいつも感謝しております。また来年の1年の締めくくりにはこういったことがね、できたら楽しいかなと思うので、一緒に頑張っていきましょう。ということで、2020年本当にありがとうございました。2021年もよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。2020年応援ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。バイバイ。